アンドラプラデシュ州で、カシュヤパ像カシュヤパは、古代インドの利子である。アトリ、バシシュタ、ビッシュバーミトラ、ジャマダグニ、バラードバージャ、ゴータマの六人と共に、現在のマンバンタラにおける七賢人の一人に数えられる。また、彼は、カシュヤパサンヒターの著者でもある。この書は特に小児科学、婦人科学、産科学の分野を扱うアーユルベーダの参考図書で、ある。 カシュヤパとされる人物が複数存在した、あるいはそもそも、カシュヤパは、こう特定するものではなくある、主の役職であったのではないかと考える向きもある。プラジャーパティの一柱だシャは、アディティ、ディティ、カドルー、ダヌ、アリシタ、スラーサ、スラビー、ビナター、イラー、ビシュバ、ムニに代表される彼の二十三人の娘をカシュヤパに、と継がせた。カシュヤパは、デーバ、アスラ、 ナーガを子に持ち、そしてすべての人間の父となっている。彼は、妻の一人にアディティを迎えアグニの父となり、アーディティア神群を残した。さらにビシュヌは5番目のアバターラとして、バーマナの姿を借りている。バーマナは7番目のマンバンタラにおいて、アディティの息子である。また、二人目の妻であるディティとの間には、ダイティアを残した。ディティとアディティは共に、 フラジャーパティの学者の娘でアリサティ、すなわちシバの最初の妻と姉妹である。カシュヤパは、パラシュラーマが、カルタビリア・アルジュナとの戦いで勝ち取った地上を、もらい受けた。以降、地上は、カシャパイとして知られるようになった。カシュヤパの息子、アバトサーラとアーシタ、そしてアバトサーラの二人の息子ニドフルバと、レバも、カシュヤパと同様にマントラを予言している。スバロキシャと呼ばれる。 ンバンタラでカシュヤパは7賢人の一人であった。インド北西部の山岳地帯、カシミールはカシュヤパの名にちなんでいる。ありがとうございます。